どうも鳥山です。実はコロナの療養をしてまして10日間、僕基本的に週 3,4 ぐらいラーメンを食べるんですけど、ずっと我慢してて療養明け絶対一発目ここに行きたいなというラーメン屋さんに来ました。そして一緒に行ってくれるやつご紹介したいと思います。アイスアイス、こっち来てよ。アイス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 もう純レギュよ。でもコメント欄にあったよ、うん、マジで純レギュでお願いしますみたいな。ジャンスに教えてもらったラーメン屋さんだから今日。そうそうそう、行くか。行こう行こう行こう、うん、めちゃくちゃもうね、だから開けて何日か経つけど、うん、ラーメン我慢してるのずっと、うん、このために。でもそんなそんなんじゃないそんな食いたくないんじゃない。療養中とかがそんな飯食わなかったら、うん、小食になっちゃって。いやだやだやだ、そんなに行きたくない。いやだね、いや多分ポテンシャルあるからできると思う。ああ、うん、とりあえずちょっと行こう。オーケー、並ぶっぽいから。いや、いや他のラーメン屋さんが偵察来たと思われる。お前その格好で入ると思う。同業者来たと思われるから。確かにラーメン屋すぎるんだけど、食べに行くんだよ今日俺たち。作りに行くわけじゃない。めちゃくちゃ偵察してくれ。偵察じゃん完全に。警戒されるって。そうそう。こいつ連れてきてね。そう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 。俺がなんか新米のやつでみたいな。多すぎるわ。めちゃくちゃ。さっきチラッと見たら並んでた。本当。うん。藤丸の。あ、そうか。そう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 。藤丸前一回行って。行ったでしょ。うん。藤丸の。うん。あれのすごい人がやってるから楽しみだな。僕にた人は、いや、うまかったもん藤丸も。うわ、どんぐらいにしようかなマジで。普通、普通食える。あ、普通今日普通。いや、俺出したら渡すってなった。渡す？そう、食えなくて。ちょっと俺、今日俺渡されると困るな。いや、いつもね、ケツ持ちいるのよ。あ、ケツ持ち連れてくんだ。そうそうそう。ケツ持ちというか腹持ちみたいな。そうだよ。並んでるわ。並ぼう。めっちゃうまかったわ。うまかったさ。麺全然だもん。俺普通でいけたわ。ね、余裕だった。めちゃくちゃ好きだよ。うん、うん。余裕だった。なんかちょいちょい俺のご質問知らんかったんで。俺やばくない俺。チラチラ。それ感じた？いやめちゃくちゃうまかった。本当。うん。やばいでしょ。いや美味しいここ。最高。あとマジで店員さん同じタオルしてたよ。だからかな、なんかめっちゃ優しかった。同業来たと思ったねマジで。いやめちゃくちゃ美味しかった、うん、ありがとう。どうですどうですどうです。てか多分俺大丈夫だわ、小食になってないわ。本当に、うん、全然食うでしょ。普通に多分大盛りでいけたわ。全然余裕で。本当にもそうでしたからさ。あげないよってやつだ。攻防があったんかい、知らない間に。俺そんなつもりなかったのに。だから途中から喋んなくなったんだ。そうそうそう。お前食えんのって顔してた。確かにもうお腹いっぱいだから食えるって言ってほしかったもん、ちょっと。全然俺いけたから ね、めちゃくちゃだもんね。いや美味しかったな、最高。よ
ケー、ありがとう、連れてきてくれて。まだまだあるかな、他のとこも行こう、これから、ね、巡っていこう。オッケー、ありがとうございました。